ナソー人の尾関淳子です。やらかしてしまいました。昨日も雨が降ったのでちょっと安心してたら、ほらぐたぐた、えらいことになってます。雨降ったからと思って安心してたら、まあしなしな。もう一つのパンジーのコンテナはものすごくもりもり綺麗なんだよ。でもこちらのコンテナはすごくかわいそう。これ雨降ってもなんでこれしなしなかというと、微妙な日差しがあります。この日差しのために雨がかからなくて水が切れちゃったんですね。お水をたっぷりあげとくので、ごめんねごめんね、ちゃんともっとまめに見に来るからね。カラカラに乾いてるときは一箇所にいつまででもずっとやっとっても中まで染みないので、さーっとやったら別のとこやってきて、もう一度こういう風にやるっていうのを5、6回繰り返すようにしてやると中まで染みるようになりますよ。あまり何度か水切れをさせてしまうと弱ってしまうので、これから気をつけるからね。ごめんねごめんね、きっと復活してくれると思います。花草人の尾関淳子でした。またねー。